エンゼルスは17日ホセスアレスを DFA にしたと発表した。事実上の戦力外となる。今後はトレードに出されるかウェーバーにかけられ、獲得球団がなければマイナー降格か自由契約となる。活躍してなんぼの世界だから、去年あたりから危ないかなって思ってたけど、今年とうとうって感じ。この先どうなるかわからんけど、また這い上がってきてほしい。スアレスは一時期そこそこの投球をしていた時期もあったけど、今シーズンは投げれば負けるみたいな投球しかできんかったからな。ウェブみたいに首から移籍してそこそこ活躍みたいになればいいけど、若くて8勝の経験もあるし、痩せればもう少しキレが戻るかも。中継ぎとロングリリーフもできるので、環境変わると短期間なら活躍するパターンありそう。上背も球のキレもないので、まあ長所を見つけるのが難しい選手だった。風船みたいに膨らんできたし、向上しようという意思や態度も見られない。これまでは若さというオプションがあるからまだなんとかなると思われていたと思うけど、紳士さが足りないからもうそれも通用しなくなったということだと思う。ローテを守っていた投手でさえ2年続けて成績不振ならば、お払い箱になるし予想通りの結果。年齢は26歳と決して加齢による衰えではない。エンゼルスという決して投手力の高くないチームでさえ、これがメジャーの厳しさだろう。いつも大谷と楽しそうにじゃれてるの見ていたからやっぱり悲しい、けど本当に打たれまくっていたから仕方ないとも思う。この前もオープナーの好投を引き継いでゲームをぶち壊したし、試合後のコメントも意味不明だったし仕方ないところだね。欲しがる球団があるとは思えない数字だし、契約金安めなのでマイナー行きでだろ。まずは体重を落としなさい、そこから始めよう。スアレス、大谷のいたずら合戦、そしてそれを見ているサンドバルの爆笑する姿、この3人の関係が大好きだったな。昨日の試合で見切られたんだろうな。代わりにプリーサックが良い投球をしているので、期待したい。エンゼルスのパターンとして他チームへ行ったら活躍するかも。年齢的にも復活の可能性も大きいのでは？